茶菓子持ってきたわよ。はい。ここの美味しいんだから、よかったら一緒に食べましょ。どうしたの？もしかして具合悪いの？いえ、そんなことないですよ。全然元気です。それはもうおかげさまで。お邪魔しました。今日は二人ともありがとうね。ありがとう、陽介ちゃん。そう、これもらってちょうだい。それって商店街の福引券？たくさんお買いだめするから何枚かもらったんだけど、行くのもちょっと億劫だから。でしたら代わりに行きましょうか？いいのよ。こういうのはみんなでワイワイ行った方が面白いんだから、若い子たちで楽しんできてちょうだい。それにおじいちゃんもね、きっとここにいたらそう言うと思うの。書斎にいるけど。あら、ボケるのは老人の楽しみよ。あと、これはおじいちゃん。抱いて寝てたでしょ。陽介ちゃん、このクッションに顔をうずめて気持ちよさそうに寝息立てていたわよね。おじいちゃん分かったんだって。こいつは将来巨乳好きになるなって。
ってなんかいないわよ。遅くなってしまったけど、みんな食事大丈夫かしら。あら、そうなの。これは…お帰りなさい、二人とも。そうでもないよ。ほら。こんな荷物だって、ああしてひなちゃんが頑張ってくれたんだよ。Thank you.
それにしても納屋や教会にこんなに使えるものがあったのもすご。あれ、こんなクッションありましたか？ああ、それは橋本のおじいさんが陽介にぜひって。どうしましたの？思い出し笑いなんかして。なんでもないわねえ、陽介。肝心なこと？陽介が巨乳。陽介くんが昨日言ったこと。今の私たちにできる最高の秘密基地をってやつでしょ。電球交換のお礼にって橋本さんからもらったものよね。素敵なプレゼントが当たるかもしれない遊びって言えばいいのかしら。ガラガラっていう大きな箱があってね、それを回すとコロンって中から小さな玉が出てくるの。その玉の色によってプレゼントが変わるんだよ。強いか気になりますよね。私あまり自信ないもん。確か今年の一等賞は32型プラズマテレビだったはずだよ。それはぜひ当てるしかありませんわ。秘密基地のグレードアップに絶対必要ですもの。テレビのある秘密基地ってなんか本格的な基地っぽいですね。ワクワク。ガラガラ回したい。
随分打ち解けてくれたみたいだね。大丈夫、多分ひなちゃんはおぼしろを好きになってくれたよ。あんなにタンポポの水車を気に入ってくれたし、タンポポの綿毛もあんなに楽しそうに飛ばしてたもん。私のことを思い出してるの？あっという間だった？昔あった世界と今ある世界、重なる世界、バラバラのことがきっと一言でつながる。きっとね、そう思えるだけの時を刻んできた人のためにある言葉なんだよ。今日まで生きてきたんだから、その一言でいいんだと思う。するよ。当たり前じゃないですか。それに陽君の方が私より年上だし、物知りだし、分別だってついてると思うよ。いっぱい
ても勘が…いや、そういえば私も昨日ちょっと考え事をしてまして。大したことじゃないんですけど、いや、大したことではあるんだけど、ね。月子ちゃんが言ってたことだからね。